はい、それでは今日もゲスト会です。今日はニックネーム居酒屋の大将さんにいらっしゃいました。来ていただきました。よろしくお願いします。お願いいたします。大将はですね、数々のねクラブ競技で、活躍してこられたんですけど、まあツッチーと一緒で距離はね、ドライバーの距離はそれは飛ぶ方じゃない。でもショートゲームで、相手を撃破してきたということで、ちょっとパッティングの極意を聞こうと思います。はい、まず、まあ、10メーターのパター打っていただくんですけど、よくね武勇伝でやっぱりその10メーター入ったでってよく聞くんですけど、どういう風に狙ってはるんですか？10メーターは、はい、入れる気じゃなく入ったらいいな、まあ、寄せようかな、2パットでいいな、1パットなら儲け物ですかねっていう感じで打っています。そのきつくは狙ってはいません。でもでよく勝負どころで、はい、その10メーター入れたでって聞くけど、その入れなきゃ負けっていう状況でもですか？それは入れなきゃ負けというようなマッチプレー状態であれば、うん、ちょっと強めに薄めに入る確率が高い方に打ちますけど、はいはいはい、ストロークプレーや試合の途中の流れの中でしたら、うん、やっぱり2パットでいいかなと思うような打ち方をします。でも入るんですね。それが入る場合もあります。 OK です。じゃあちょっと打ってるの見せてください。はい、お願いします。10メーターこれやったらどう読んではるんですか？ちょっと服ですかね。あ、それぐらいなんですね。はい、あそこ向いて BC とかじゃないんですか？はい、ちょっと服ですかね。おお、距離ぴったり。フックじゃなかったですね。まっすぐでしたね。いや大丈夫です。はい、わあ、でもちょっとフックですね。というような感じな、ストレスフリーの2パット。やっぱりそれですよね。ね、次がもう OK。はい、長い距離を OK 取れて、はい、短い距離を沈められる人がパターンの上手い人だと僕は思っております。おお、素晴らしい。長い距離がバンバン入る人は3パターンも多い人だと思います。ですよね。はい、いや今ですね、はい、見させていただいてて、はい、そんなにまっすぐ打ってないんですよ。あ、そうですか。でもそういうイメージはないんですか？あんまりいいイメージない。はい、今日一緒にラウンドさせていただいたんですけど、はいはい、正直フックとスライスで打ち方違う、はい、なんやったらちょっとラインに向いてへんなっていう時もあるんですよ。はあはあ、でも結果は確実に入ってる。だから自分の長年の勘で多少臨機をしてるんじゃないかなと思いますね。フックラインのショートパット、はい、スライスラインのショートパットなら薄めに打つとか、速い、うんうん、ショートパットでも速い場合にはこう深めに入れるとか、重いグリーンなら薄めに打つとか、ちょっとこうちょっとじゃあ自分なりにショートパット の, あれを見せてください。はいはい、これやったらちょっとフックラインですよね。ちょっとフックラインですね。はい、はい、これならあっち行く。はいはいはい、これならあっち行く。おお、でもちょっと切れないように打ってる雰囲気ありますね。はいはい、切れないように。僕らやったらここ向いてまっすぐかな、はい、まあまあちょっとそうかな。はい、ありますけど、ちょっとフェースを右向けてパン。おお、はいはい、うん、あ、狙ってるラインよりちょっと右に向けるんですか？ラインよりフェースを右に向けてちょっとカット軌道に打つ感じ。うわ、うん、そしたら曲がりが薄くなる。はあ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 、いわゆるヒールをちょっと出すというか、はい、ヒールを出す、うん、そしたらこうちょっとフェースが開いてますね。開いた感じでフェースを開いたまま、はい、フェースをちょっと開いてヒールを出す、うん、そしたらフックラインがフックしにくい。その今の位置でしたらね、うん、はいはい、言うたらまあ、っすぐ打つと、はい、多分これぐらい切れるかなっていう感じに見えてます。はいはい、でもそれを結構そうそう、この辺をめがけて、うんうんうん、ちょっとまあ言葉で言えばカット気味に打つと。はい、そう見えてます。はい、こういうふうに。そう見えてます。うん、ほう、うん。ちょっとやらせてください。はい、どうぞ。いや、そうですね。ジャストというか、まっすぐのストロークで打つんだったら、
あの、T 向かってこうですね。そうそうそう。ね、そうです。それでもちょっと弱かったら切れる。弱かったら切れる。ぐらいを、ちょっと薄めに向いてフェース開いと感じでこう。こう、そうそう。そうすると、こう入る。ボールがカップを越えていく感じがあるから、こう左へ流れていくんじゃなくて、カップ上をこう切れていくんじゃなくて、カップ上をの越えていくから確率が高いと思う。カップ上を越えていく、うんうん、ちょっとすぐ入ってこないカップ上を越えていくカップ上を越えていく、ここへボールが行くんじゃなくて、はい、カット軌道に打つとフックラインはカップ上を越えていく。分かったよ。分かったような、分からんような。分からんような。カップ上、あ、これきついですね、ごめん。おお、いや、うん、でも、うん、転がりが、フックライン入りそうっぽい。そうでしょ、はい。これ弱いでしょ。うん。こういう。ああ、なるほど。うん、はいはいはい、うん。僕はあんまり、やらんけど、でも、うん、でも分かりますね、うん、分かるでしょう、はい、うん、今のできた、そうそう、そういう感じ、それや、そういう感じ、はあ、じゃあちょっとスライスラインやっていただいていいですか、はい、はい、これスライスライン、はい、したらさっきと反対ですね、やることがね、はいいいですか、反対っていう意味があんまり分かりませんか反対です、反対ね。ちょっと待ってください。反対の意味がちょっとスッと入ってこないんですが、はい、もう一度お願いします。さっきと反対。いや、確かに切れてない。切れてないでしょ、はいはい、スライスラインはさっきと反対。フェースをちょっとかぶして、はい、ボールをちょっと真ん中より左に置いて、はい、フェースをかぶしてまっすぐ打つ。右へペラらない。絶対に右行かさない構えを取る、ね、そうそう、右へペラらない、うんうん。フェースをちょっとかぶして。ちょっといいですか、もっときついライン行っていただいていいですか、はいはいはい、こっちから。こっちから。はい、